安倍総理は16日夜、新たに40道府県に対して緊急事態宣言を発令した。期間はすでに対象となっている東京都など7都府県と同じ5月6日まで。映像。全国への緊急事態宣言を発令する安倍総理。安倍総理は、すべての都道府県において、都道府県をまたいで人が移動することを絶対に避けるよう住民に促していただくようお願いする、とした上で、最低7割、極力8割の削減を何としても実施しなければならない。行動が制約されることになる全国すべての国民を対象に、一律1人当たり10万円給付を行う方向で与党で検討していただく。国難とも言うべき事態を乗り越えるため、日本全体が一丸となって取り組んでいくしかない、と述べた。さらに北海道、茨城、石川、岐阜、愛知、京都の6道府県と7都府県と合わせて、特定警戒都道府県に指定、ゴールデンウィークに向けて地域の移動を極力抑えること、大規模イベントを呼び込まないようにすること、県外への移動を控えることを呼びかけるよう要請する。ANN ニュース。